三好米熊から1927年9月1日は戦前長野県の産業教育者、名は時親。長野県小さ型産業学校初代校長、上田三子専門学校教授。長野県技師として、顕微鏡による介護病検査を普及させ、上田に日本初の本格的な産業専門学校を創設した。三好屋敷跡万円万年6月10日。 長戸国豊浦郡長府村中浜に、長府藩氏三好新三と伊予の間の長男として生まれた。長府では、反抗系業間に通ったと思われる。父新三は、坂本龍馬と行動を共にした活動家で、慶応3年11月龍馬が、大宮事件で暗殺されると、奈良崎龍とその、妹義美公を、三好邸に引き取り、2年間同居した。 明治4年7月廃藩置県により元地判事、毛利元都市が状況を命じられた際、夫人に心臓が選ばれ、9月府死で諸葛小屋田と共に上京した。明治4年12月1日明治教唱社に入学。明治5年10月11日漢学義塾。1873年11月10日、石丸坊市塾。1874年2月17日校。 学校小学校に転じた。1877年6月廃校すると、6月10日、近藤誠の公撃者に入り、測量、算術等を学んだ。1878年3月1日内務省、官能局駒場農学校に入学し、ジョン・ディーカスタンスに、農学、エドワード・キンチに科学を学び、1880年6月、農学科をつを卒業した。 学業成績は振るわず、卒業後、同級生、横井時義が官能局長、品川矢次郎に、同郷の吉見として、就職先の圧戦を頼んでくれたが、三吉にはいかにも困ると断られたという。やむなく専門家に進学して、農芸科学、定量分析を学び、1881年4月、卒業した。卒業後、同郷の検証書期間。 鳥山重信の縁故で1881年11月22日、長野県に出資し、官業化の務係がかりに配属された。1882年2月1日前工時、東公園の官業場内陳列科学場で、取締りを担当し、佐藤国産化に向けた下高井群、江部村での政党別追の指導や、松本看護区署、県下の静止用水の水質分析に従事した。 1883年群馬県から長野県生産市に賞賛が検出されたと報告があり、1884年2月1日小さ型群軍、長瀬村の製造元で調査を行った。当時の長野県で農業行政に関わる以上、養産業とは無縁でいられなかった。ある時、神稲群主催の農団会に講師として招かれた際、参加者から、 養蚕、茶に関する質問が相次いだものの、専門外のため何も検討できず、3時間立ち往生したことで面目を失い、養蚕業を本格的に学ぶことを決意した。1883年頃から、小さ型軍塩尻村、藤本綱くず方に通い、創業の科学分析を行うから、実地で養蚕を学んだ。1884年4月東京に、 農務局解雇病主研場が設置されると、県令、王の誠の不許可を無視して上京し、主任松永五作に頼み込み、6月から9月まで、顕微鏡による黒あざ病の検査法を学んだ。1885年3月小さ型軍伝場、村、柴崎清七方で、初めて検査を実施し、以後松永五作と共に、黒あざ病対策のため喧嘩を巡回した。 1886年1月、官業陳列場内に講習所を設立し、県各軍から三資業組合委員を集め、顕微鏡の使用法を教授した。当時の養産業者の間には、顕微鏡への理解が根付いておらず、こんなメガネでそんな小さなものが見えるというなら、馬の顔を見たらどのくらいに見えるかと揶揄するものもあった。官業上の講習所は大きな反響があり、 1886年5月1日、上海の地軍三輪村浮き。1887年5月1日、小さ型軍上田町。1888年5月1日、上海の地軍長沼村西岩尾寺に、組合の伝習所が相次いで設立されると、各地に校長として赴任し、顕微鏡の使用法を教授した。 この頃六校舎創業者、大里忠一郎と親密になり、1888年6月12日県続を、被職とし、7月萩品郡松城町小や須町流、泉寺に伝習所を設立すると同時に、三種、骨粉肥料の製造事業を計画した。ミラノにて、右から三好、木村、高島、大里、田中。ところが、 8月27日の商務大臣、井上香織に、磯部温泉へと呼び出され、次のパリ万国博覧会人造剣士が出品されるとして、養蚕業への影響について意見を求められた。関係者と協議の結果、三吉、大里、東あず修行、田中仁兵衛、共振者、木村久造、将棋士、高島徳造の本名で要項して、パリで実物を確認し、 合わせて、現地の養蚕業を視察することに決定した。1889年4月リオンに到着し、パリで万博会場を視察後、5月イタリアに移り、パドバ養蚕実験局や、ローマ、ミラノ、トリノ近郊の養蚕関係施設を視察した。8月以降と別れて一人留学を続け、モンペリエ国立高等農学校で1ヶ月間、ウジの対策を研究。 リオンキート検査所長の指導も受け、1891年7月、帰国した。この間、1889年9月の商務省告示の規定に基づき農学士を授与され、1891年6月12日正式に、検職を退いた。明治40年頃の米熊と、小さ型産業学校留学中の1890年12月から、 小さ型軍長、中島聖一により、産業学校の設立が計画されており、1892年2月27日、長野県に戻ると、中島軍長と南作軍、井伝基礎の要請を開拓し、4月1日小さ型、軍立産業学校校長兼教頭の任を引き受けた。8月4日、教員免許を取得し、解雇体病理、整理、土壌、肥料、 科学、物理などの使用科目を自ら受け持った。産業学校長を務めるから、文部省により、長野県に産業専門学校の設立を命じられ、県史学、与楽またと候補地を極秘調査して、上田を選定、1911年1月17日、上田産市専門学校校し、9月19日教授となった。 1910年1月15日から3月31日まで、小さ型軍立上田高等女学校教授を兼ねた。1911年春、同窓の帝国大学教授、斉藤万吉を通じて、古代吉直から国立原産種製造所長への就任を壊れたが、中島軍長の必死の引き止めにより思いとどまった。1919 19年7月15日博士会の 推薦により、農学博士を授与された。1927年4月下旬風にかかったのを機に、体調を崩し、5月中旬病床に付した。座骨神経痛に加え、悪性腎腫瘍による血尿に苦しみ、9月1日午前4時長男、慶蔵の触診中意気を引き取った。9月11日本葉寺で、法寺、産業学校で抗争が行われ、 大制元で仮装された。1928年2月25日朝府北家寺で文骨式が行われ、開名は赤徳院伝喜び随法、厚紙に置館大古寺とされた。現在墓は上田本陽寺と調布を山寺にある。動物好きで知られた。幼少寺団具川で遊んでいた際、ある子供が小魚を救ったのを見て、むやみに殺傷すべきでないと今しめ。 すぐに放流させたという。独身時代は犬を3、4匹飼っていたが、近所の野菜畑を荒らしたため苦情が、相次ぎ、やむなくてばなした。子供ができてからは、スズメなどの小鳥を飼った。学校では生徒に、ヤギの鳴き真似を披露することがあった。銭湯を好み、上田錦町の西湯に30年間通い詰めた。囲碁も好んだが、師匠とした。 産業学校小遣い村田房の気力が低く、自身も上達しなかった。バラの鉢植え、パイプ、氷炭等の収集癖もあった。選挙嫌いで、知られ、どの選挙にも決して投票に行かなかった。1915年郡長、中島誠一が第12回衆議院議員総選挙に立候補した際にも応援をかたくなに断った。 上田城石公園の三好米熊共像を1916年4月1日、産業学校校庭に混立された。1922年校舎が染谷大河の現在地に移転する際、銅像は、権限坂上の跡地に残されることになったが、実際に移転するとわびしい光景になったため、1933年10月1日、上田市公園熊小屋東に移転された。 1945年3月太平洋戦争のために接収され、1951年10月7日再建された。右上、慶三左上、富田春子、前列右から、富子、金子、幸子、豊木、後列右から、清子、米熊、春子千妻滝は、河合広志蔵の妹で、1893年2月9日、結婚し、 4男6女を設け、そのうち次男5女が成長した。1911年1月15日滝を失い、11月24日、セラタ・ハルコを5歳に迎えた。ハルコは、元上田藩士、セラタ・義隆の娘で、横浜に出て、キリスト教に入信し、フェリス・エーワ女学校に勤務して、独身を貫いていたが、1909年再三結婚を促されていた母を見取り、 結婚を決意したという。長男慶三は、小山国太郎妹幸子と結婚、時系医科大学に勤務後、1940年、上田市ルボリの選挙士官に移り住み、委員を構えた。孫春隆は2016年2月6日、一般財団法人三吉米熊検証会を設立するなど、米熊の検証活動に参加している。ありがとうございます。